ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州で撮影されたとみられる。ウクライナ軍の旧式戦車がロシア軍の T-72 主力戦車を一撃で撃破する様子を捉えたとされる動画が公開されて話題を呼んでいるよ。この動画はウクライナ兵器トラッカーと称する兵器専門家などが運営するアカウントによってツイッター上に投稿されたもので、ルハンシク州のノボセリウスクの近郊でウクライナ陸軍の精鋭中の精鋭とされる第92独立機械化旅団所属の T-64BV がロシア軍の T-72B を撃破する様子が撮影されたものだというぜ。やっぱりいくら戦車の性能が良くても、乗り手の技量や作戦が稚拙だと破壊されちゃうってことだよね。さて今回は、ウクライナ軍の旧式の T-64 戦車が、ロシア軍の T-72 戦車を撃破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍のドローンから撮影されたとみられる動画は、直線道路においてわずかな距離で対峙するウクライナ軍とロシア軍の戦車を捉えていて、その後ウクライナ軍の T-64BV が主砲を発射してロシア軍の T-72B に命中して炎上していて、さらにウクライナ軍の T-64 がもう1発を発射してとどめを刺す形で、炎と煙を上げているロシア軍にもう一撃を与えているよ。なお、この動画はウクライナ国防省もツイッターに投稿していて、第92独立機械化旅団が撮影した動画であるとして紹介しているね。ウクライナ軍が使用したとされている T-64 は、旧ソ連が開発した第二世代主力戦車で、それまでは簡素な作りで大量生産が可能で、簡潔かつ堅実な構造で取り扱いが楽なことを追求してきた旧ソ連戦車としては珍しく、複合走行、滑降砲、自動装填装置など新技術が積極的に盛り込まれているのが特徴なんだ。この T-64 は1966年12月に正式採用されているんだけど、当時のソ連の同盟国であるワルシャワ条約機構加盟国や友好国などに輸出されず、ソ連のみが保有していて秘密裏に旧東ドイツのソ連軍東部軍集団や、ハンガリーなどに配置されていた南部軍集団などに配備されていたみたい。西側諸国では1985年の対独戦勝40周年パレードにこの T-64 が登場するまで、T-72 の影に隠れた正体不明の新型戦車としていて、その存在に気がついていたものの性能などの詳細を知らず、T-72 の開発の元になった失敗作との見方をしていたというんだけど、実際には、新機軸を盛り込みすぎた T-64 の運用が難しいこととコスト高を補うために、ハイローミックスの形として T-62 などで培ってきた旧来の質実合憲的な技術と、T-64 のスタイルを合わせた普及型が T-72 であるとされているね。そのような事情で開発された戦車であるために、生産数においては T-62 の約1万、9000両、T-72 の約2万、2000両には劣るものの、1964年から1987年までに様々な派生型を含めて約1万、2500両が生産され、1991年のソ連崩壊後もロシア連邦陸軍とウクライナ陸軍で多数の T-64 が現在も運用されているんだ。ウクライナの VOMR イシェウ記念工場では T-64 に独自に大幅な近代化改修を施した。T-64BM ブラートが開発されており、2005年に17両が納入されて以来、T-84U オプロート西側仕様の砲塔を搭載した BM オプロートも含むとともにウクライナの新しい主力戦車として配備されていたよ。その一方で、ロシアでは T-64 の開発生産拠点がすべてウクライナ国内にあったことから、整備用パーツなど消耗品の供給に難があるなど理由で、保有していた T-64 に対して T-72 に施したような積極的な近代化改修は行われず2017年までに退役させているな。このことから、動画の中で第92独立機械化旅団の T-64BV と紹介されている戦車は、T-64BM ブラートではないかとの見方を示す声もあるぜ。仮にこの動画に登場するウクライナ軍の戦車が T-64BM ブラートであれば主砲には 125mm ヌメ後方に A46M が搭載されているほか、T-84 に準じた装備が搭載されており、
コンタクト5装甲級軽120スビーリ、対戦車ミサイル 1A45 イルト一種射撃管制装置、TKN4S レーダーサイト PZU7 サイト、TRN4E ブラーン E 暗視装置などの近代化が図られているとみられるね。また撃破されたロシア軍の T-72 は T-64BM と同じ 125mm 滑降砲に A-46M が搭載されているため、T-64 とは攻撃力の点で互角であり、ロシア軍が運用している T-72B3 は第 2.5 世代でありながらも、総合的なバランスの良さから第3世代主力戦車に相当するとされているんだ。しかしながら、T-72 で採用されている回転型自動装填装置は本来、弾薬を被弾率が低い車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったものが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が戦闘室を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷しやすいことが判明したぜ。また、車内に剥き出しの予備弾薬を搭載している場合には、被弾した砲弾が貫通して弾薬庫を直撃しなくとも、防護されていない予備弾薬に引火して車内に甚大な被害をもたらすこともあるな。この T-72 が被弾した際に砲塔が吹き飛ぶことは、湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではジャック・イン・ザ・ボックス・びっくり箱として T-72 を揶揄する別称で呼んでいたほどなんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍はウクライナ侵略を開始した2月24日以降、12月12日までに3000両近い戦車を喪失しており、ロシア国内でウクライナに投入できる稼働可能な T-72 の在庫はほぼ枯渇しているとみられ、周辺で T-72 を保有しているベラルーシ軍から T-72 の供与を受けているだけでは足りず、旧式の T-62 戦車の保管在庫に簡単な近代化改修を施して前線に投入しているとされているよ。また戦車用砲弾の在庫については、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどによる2弾薬集積場の破壊や、弾薬庫を残したまま退却するなどの不手際もあり在庫が枯渇しつつあるのではないかと見られているんだ。戦車戦の動画が撮影されたとみられるルハンシク州では天候不順によるぬかるみの発生などもあり、ウクライナ軍が少しずつ非占領地を奪還しているとみられているが、12月上旬に同州のカディフカにあるロシアの民間軍事会社ワグネルの拠点となっていたホテルが、ウクライナ軍によるとみられる攻撃を受けて破壊されたとして、ルハンシク州のハイダイ知事が明らかにしているみたい。ハイダイ知事によれば、多数の死傷者が発生していて負傷者の半数以上は助からないとしている中、ロシア国営のタス通信が地元の親ロシア側当局者の話として、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でワグネルの拠点が破壊され、救出活動が続けられていると報じているが、ロシア国防省などロシア当局側からはこの件に関するコメントは出されていないよ。ワグネルの戦闘部隊は現在、ルハンシク州の隣のドネツク州バフムートに展開しているとみられていて、正規軍ではない傭兵部隊であるにもかかわらずロシア軍として行動しているな。バフムートを防衛しているウクライナ軍兵士によると、この地域に親ロシア派武装勢力が設立を宣言したドネツク人民共和国や、ルガンスク・ルハンシク人民共和国の兵士はほとんどおらず、接近している Z マークをつけた正規軍の数は多いものの、ほとんどが9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役兵士の部隊であるとみられ、満足な装備を与えられず練度が低いためにこれまでに多大な戦死傷者を出しているとされているよ。技量の伴っていない新兵を犠牲にする戦い方は相変わらずだね。ワグネルの戦闘員はそれなりに練度が高く、士気も正規軍よりは高いとされ、唯一ウクライナ軍に対して攻勢に出ているんだけど、ワグネルは予備役招集兵を石膏としてウクライナ軍の前面に出し、ウクライナ軍に攻撃させてその位置を確認するためのステージとして活用しているとみられ、その非道な扱いにはウクライナ軍兵士でさえも同情を寄せているみたい。しかしながら、ワグネルのウクライナ国内における拠点が壊滅状態となったことで、今後ワグネルの動きが変わる可能性が高いとの見方があり、注目されているな。そして12月11日、
ウクライナのレズニコフ国防相が現在の戦況について触れ、ぬかるみによって戦車などの戦闘車両が移動できないために膠着状態にあることを説明した上で、ウクライナ軍は自国の領土を奪還するために、冬の訪れともに地面が凍結するとともに反撃を開始すると述べて、領土奪還に向けて強い意志を表明したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。